ちょうど今、ウクライナにおいては、ロシア側とウクライナ側とが、ちょうどベラルーシとウクライナの国境の町で、無条件な話し合いをすると。無条件というのは何を意味しているか。条件をロシア側は、ウクライナは中立になれと。中立。ロシアサイドでもなければ、NATO サイドでもない。そして、軍隊は持たない。まあこれについてはもう独立国家としては認めないということだから、この要求は、おそらくゼレンスキーも否定するであろうと思います。しかし中立についてはゼレンスキーは話し合いも含めて交渉したいという気持ちは持っています。持っている。そうなればロシアが当初要求してたのは NATO に入らないという約束。以前から米ロ会談においてもワルシャワ条約機構のいわゆるラインから1インチも侵略はしないとこういうことになってたわけだ。ロシアの要求を、飲むという、まあ、ことも考えられる。だから、今後は NATO とは加盟しないということを決めるにあたってはミンスク合意のメンバー、いわゆるフランス、ドイツ、そしてウクライナ、ロシアという4カ国の協議が必要じゃないか。だからミンスク合意をもう一段加えて中立性を取る。それとロシアを要求するのはルガンスクで、このルガンスク自治権を独立さすという。独立国にするということをウクライナ側に伸ばすということを要求するであろうけれど、この問題がロシア軍がウクライナ領内から引き上げるかどうかのいろいろギリギリのところで最後はロシアが押し切るのではないかと。ドネツク、ルガンツクの独立、今もうそれは宣言しているわけ、ロシアは。あと当事国のウクライナが OK 言えば、これは完全独立国家として、まあ国際法に基づいても成立すると思います。それと、まあいろいろ経済制裁の中で、ロシアが一番応えるのは、いわゆるスイッチ。この国際銀行の決済を承認する機関がロシアを排除すると言ってるわけです。これは貿易上非常にダメージを受けます。今までスイートから外されたのはイランとかベネズエラとか数カ国の例はありますけれど、ロシアという大国であり、そして石油の販売、ガスの販売は非常にロシアの財政の 50% はそれで賄ってきた中で、ガスを売ったは支払い決済が非常にやりにくくなる。まあ、プーチンはその辺どのぐらい計算、戦略上の計算に入れていたか。経済制裁の一番きつい制裁は、スイッツの、除外、そのスイッツの
メンバーから除外する、これが一番応えるだろうと思います。しかしそれがもしやった場合、中国を返してそれをカバーする方法もある。中国のいわゆる国際銀行決済をですね、ロシアがそのまま共有するという形を取れば、ますますロシアと中国の同盟は軍事同盟から経済同盟と、今上海条約機構は軍事同盟である、ユーラシア経済同盟というメンバーの中に中国が入って、そのユーラシア経済同盟の中でですね、世界との金融決済の方法をいろいろ共有することによって、今の経済制裁から逃れることができるのではないかと。だからプーチンはその辺、習近平とそこも含めて協議しておるのではないかと思います。ブリックス経済同盟と、ブリックスはロシア、中国、インド、そしてブラジル、南アフリカ、これが完全に鎖国にしてですね、交換だけで経済活動をするという手もあるわけです。ここまで考えれば完全に世界は二分されてしまう。そうするとイルミナティが考えている世界統一政府、世界の一極支配体制が崩れてしまうという、そこまでイルミナティとの問題、どのように世界政府の樹立とこのブリックスとの関係がどのように整合するのか、ここが非常にこれからの大きな課題になるのではないかと私は思います。